鶴巻温泉治療院の溝口です。アルファ波の出しすぎに注意という話です。リラックスした時に多く出るアルファ波を意識的に出して心を落ち着かせる方法にバイオフィードバック療法があります。リクライニングの椅子に横になり、心地よい音楽を聴きながらリラックスしているとアルファ波が出て、頭部につけた電極で読み取ったのを音や光でフィードバックしてセルフコントロールの訓練をするというものです。この療法を取り入れている佐久総合病院の飯田医師は、普通の人は訓練の中に徐々にアルファ波が増えてくるのに、過労から体調を崩して治療に訪れる患者はなぜか初めからアルファ波がたくさん出る、アルファ波優位でこの治療法の説明に困るというのです。普通の人では100から150点程度のアルファ波スコア300点満点が、心身症などの患者では平均200点以上で、脳波の 70% がアルファ波というのです。こうした現象を飯田医師は疲れに対する脳の抵抗と捉え、ストレスがたまって疲れの限界に達する前に脳はアルファ波を盛んに発して疲労の原因を回復させようとするためだとしています。心身症で来る人はストレスに鈍感な人が多く、症状が出るまで体に対して無理をし、過労死の危険や全身倦怠、抑うつの症状が出てから病院に来るのです。こうした人も心をリラックスさせ、無意識ではなく意識的に多く出せるようにして、心の疲労度の状態を分からせる訓練をするそうです。